疲れ様です。久しぶりにひのちゃんの成長記録を撮っていきます。だいぶアグレッシブなね、感じで、扉開けるとね、すぐ近づいてくるんだけど、だいぶね、大きくなったんですけど、逆に噛んでくるようになりましたね。お腹が空いてるとすごいね、いろいろ噛もうとしてきます。しょうがないね。たくさん食べたがるから、ね、この前指噛まれてね、割と痛かったんで、そのね、ドバドバね、血が出てくるとか、そういうんじゃないんですけど、結構ね、なんていうんですかね、長時間噛みつかれて、こう、ガブガブやられて、ね、結構痛かったんで、慎重にね、触っていきたいと思います。ね、ご飯がもらえるんじゃないかって、すごいね、そわそわしてますね。ある程度ね、触ってっから、ご飯をあげるようにします。今、探してる。このままね、噛みついてきたりするから、大変なんだよね。あと結構ね、外に出たがるようになりましたね。ご飯あげた後とかでも、だいぶこうやって身を乗り出してね、外に行きたがるんですよね。もうちょっと大きくなったらね、平安歩とかもさせたいんですけど。ほら、めっちゃ狙ってる。瞳孔がね、開くんだよね。すごい黒目がね、ちっちゃくなるんだよね。ご飯食べる瞬間。そんな可愛い顔しやがって。めっちゃ探してるね。もうちょっと待ってね。この扉を開けてしばらくね、してからご飯をあげるようにします。じゃないとね、扉が開く音がした瞬間にご飯がね、来るってちょっと覚えちゃうと、すぐ飛びかかってくるんで、こうやってね、ちょっと時間をかけてご飯をあげます。ちょっとね、飼い主的にもね、触るのね、ちょっとビビって、ためらっちゃいますね。ほらほら。おー。なるべくね、食べ物じゃないっていうね、認識を持たせたいんですけど、結構ね、難しいとこがありますね。ハンドリングまで持ってきたいんだけど、多分ね、その間に噛まれるんですよね。今お腹ペコちゃんだからね。だいぶね、サバンナモニター鳴らすのにね、苦戦してる人とかもいると思うんですけどね。でもちろんね、自分も今、ちょっと苦戦してるところですね。おっかねえ。
うん、ちょっとね、落ち着いてきたかな。こっち見てるね、指をね。ちょっとずつ近づいてきてるね。ハンドリングまで持ってきたいけどね。このやりとりが。なかなか長期戦に。ほらほら。ご飯じゃないんだよ。革手袋してもいいんだけどね。革手袋した状態だとなんか威嚇されるんだよね。これ狙ってるな。こうやってちょっとずつご飯じゃないっていうのをね、分からせてあげたいんだけど、りのちゃん分かってくれるかな。すごいね、ご飯を探してるんで、この状態で手を出すとね、おっかないんだよね。もうちょっとね、ちっちゃければね、別に噛まれても痛くないから、ガンガンね、ハンドリングまで持っていけるんだけど、もう痛いんだよ。このサイズだと。しょうがない。ちょっとハンドリングまでね、持ってけなさそうだから。ご飯あげちゃおう。早いよ。なんかめっちゃ噛みつくんだよ。これじゃないよ。はい。食べてる間手を出そうとすると視線がこっちに。そうそう。それ食べてな。この間になるべく触っとこう。一応ね、攻撃っていうか警戒っていうかね、そういうのはね、もうほとんどなくなったんで、まあいいんですけど、今度食欲が勝ってね、人の指に噛みついてきちゃう時があるんで、まだまだね、おとなしい、この道のりにはね、ちょっと、まだまだ時間が、かかりますな。なんか先吹っ飛ばしてなかった？ご飯。これか？なるべく人の手をご飯じゃないっていう認識を
持ってもらいたいから、今もこうやってね、触り倒してるんだけど、これがうまくいくのかは、ちょっとわかんないですね。今なんとなくでやってるんで、ちょっと参考にできるかは、全然わかんないです。全然食欲はあるしね。食欲すごすぎて人の指に噛みついてきちゃうけど、まあ健康的なんで全然ね、問題はないですね。なんだ、見つけらんねえのか？奥にあるよ。下手くそめ。よし、はい、おしまい。じゃあね、今日は、ね、もうペロッと食べてくれたんで、ちょっとハンドリングするまでにね、コミュニケーションを取るまでに時間がだいぶ、かかってしまいましたね。最近はちょっとこんな感じですね。すぐ、ね、人の手に噛みついてくるようになっちゃったんで、またね、こういう動画撮りながらね、ゆっくり、りのちゃんを慣らしていきたいと思います。で、今後もね、ペットたちの飼育記録投稿していくんで、よろしくお願いします。それじゃ、バイバイ。